ちゃ、こんにちは、はい、さあずっとやってきたこの開幕オーダー予想、はい、いよいよラストね、はい、寂しいですね。寂しいか。疲れちゃうよ、もうね。いや、ほっとする。ほら、ほっとするだろう。ラストですよ。ラストな。ラストを飾るのは中日と日本ハム。まあ、でもね、中日と日本ハムっていうのは楽しみなチームだから、まあ、上がり目しかないみたいなチームだから、うんうん、非常に期待を込めて、ちょっと組んでみたけどもね。うん、おじゃあ、期待を込めて上がり目しかないオーダー予想ということで。はい、じゃあまず中日から見ていきましょう、はい、中日の一番誰になるんでしょうか。はい、センター岡林、うん、1番か2番かどっちかかなと思ってたんですけど、まあそうだね、はい、まあ岡林だな、うん、はい、となると2番は大島選手ですか。いや、セカンド田中。まだ昨シーズン見てないです。いや見てないけど、俺の中ではもうイメージができてるから、その足というサルトリサスケ。いやいや本当に、ね、もうあの菊池の若い時を彷彿させるような、うん、まあそういう守備力と、はい、なんかこう猿のように俊敏に動くというね、はい、まあそういうのが目に浮かぶな。おー、だから立浪監督がやりたい野球を一番継承してくれるんじゃないかなっていうのが田中なんだよね、はい、うん、だから立浪監督もやっぱ使ってくると思うよ。あ、そうですか、うん、で中途半端な使い方しなくてやっぱ上位で使ってくると思う。その下位ではなくて上位で。そうだね。おお、岡林選手と田中美希也選手、はい、新しい1、2番コンビ、はい、じゃあ3番は3番は、レフト大島。大島選手3番で、うん、はい、まあ疲れとかあったら変えてくるかも分かんないけども、うん、まずスタートはやっぱ大島。いや嬉しい、レフトでスタメンでね。やっぱり出塁率という意味ではさ、はい、まあ3割も打てるバッターだし、はい、まあ、岡林が最多安打、うん、田中が何でもできる、うん、小技が効く、うん、で大島が塁に出る、はい、そうしたら4番中田、うん、ああ、ここが効いてくるわけですね。いやだからいかに前にランナーを置くかって、うん、やっぱ出塁率の高いであろう選手をやっぱ前に置かないとさ、うん、たまらないですもんね。だから2番最強説なんか言ってる場合じゃないんだよ。違うのか。で2番で仕事されるとさ、中田がプチブラになるから。なるほど。だから中田頼むぞ1、2、3、ね、うん、そこは誰でもいいから中田のとこ回せみたいな。いわゆるその中田選手を生かさなきゃいけない 1、2、3 番ってことになる。まあ生かすというよりも頼るというさ、頼る、うん、まあそういう 1、2、3 人を組んでみたけどもね。まあ4番はね、そうですね、新加入だから大島に返してくれるなんていうのは望んでないわけよ。溜まってもらう、とにかく溜めろみたいな。溜めろお前みたいな。すごいな、そんな感じだよ。溜めるので返すのは中田、細川、石川でいいからみたいな。もう行っちゃいましたね、行っちゃったよ、行っちゃったの。ね、だから4番中田、はい、ね、まあ、ここは一発ね、大きいの欲しいとこですね。まあ一発じゃなくてもタイムリー打ってくれたらいいよ。2人は帰ってこれますよね。まあ2人は帰ってくる、足が速いしな、みんな、うん、そうですよ、うん、でここで2人帰ってきたところで細川、細川選手を迎えると、まあ、ね、長打でみたいな。ここも長打で、まあ中田が長打で三塁に止まるみたいな。おで細川選手でまた2塁で行くみたいな。ははで、で石川、石川選手が大きい犠牲フライを打つ。うん、まあ中田はあの朝方は帰ってこれないからな。いやそうです、足も考えないといけないので、はあ、はあ、こういう打順になるんですね。そうそうそう。っていうことは、うん、4、5、6、7番は、7番はキャッチャー木下。7番に木下選手か、うん、そっか。おお、なんだよ。いや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 、7番、いや木下も本来だったら6番打てるぐらいの実力はあるんだけどもね、うん、ただ昨年のバッティング見てると、うん、まあ、さほどなんか機能してなかったから、か、まあ、7番ぐらいに置いてっていうことで、ね、これ木下選手の調子がキャンプとかでも上がってきていたら石川選手と変える可能性だってあるってことですよね。それはある、うん、でまだショートが出てない8番です。ショートはカリステ、大好きなカリステ。もうこれもサルトビサスケ、いや、いますね、2人いますね、ここのチームは。この二遊間の動きってのは抜群にいいから。まだ見てないですけど。いや違う、カリステは去年ショート見てるじゃん。田中な、田中は見てないけど、いや、オープン戦で見たかな。それいや、オープン戦サルトビサスケもいいとこだから。じゃあこのサルトビサスケが、いや、牛若丸を抜くから、すごいじゃん。いや本当にここの二遊間は芸術ですね。もう人じゃないから、猿だから、もう動物的動きをするから。そうか、なんかもうすでに見たようなね感じ。そうそう、だからまあ木下がいて、うん、カリストがしっかり守れて打てて、うん、田中が機能して、うん、岡林と、まあ、センターラインパーンと揃っちゃうから。揃いますね。もうそれも足が速くて動きのいい選手たちが、うん、そうですよ、ね、そうなってくるとバンテリンが生きてくるから、うん、なるほどな。そうそうそう。でピッチャー、はい、もう柳、まあそうですね、もう柳が頑張ってほしい。
そうですね、今シーズンこそ本当に勝ちと負けか逆転になってほしいですね。いやもちろんこの打線を組めて機能したら援護点もある、うん、絶対そうですよね。絶対ある。さあ日本ハムですけど、はい、日本ハムはどうでしたか？苦労しました？いや意外とすんなりいった。あ本当ですか？意外とすんなりいった、すんなりいった一番はダメなの？いやいいです。いやいや俺の中での構想が日本ハムはずっと見てるからできてるの。あもういち早くできてるんですね。できてるできてる。昨日布団に入ってから日本ハムの方だって考えてたらもうすぐサラサラサラっと出てきた。本当ですか？サラ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 と寝れた。危ない危ない。いや本当にそんだけスラスラいけば。いや言えた言えた。じゃあ一番は？一番センター磯畑。まあまあそうか、そうですね、まあ、磯畑がね1年間働いてくれるとね、うん、一番バッターになれると思うんだけどもね。ですよね、はい、足も速いですし塁に出てもらっての、はい、さあ2番です。2番はレフト松郷。松郷か。松本も最強の2番じゃないですか。これはねやっぱこう磯畑も生かせられるし、うん、磯畑が盗塁した時右打ちうまいしな。それで1点か帰りますもんね。そうそうそう、盗塁してもらってれば。で2番っていうのは打率を気にしなくていいんだよ。チームバッティングだとかいろんなことを考えると、はい、松郷っていうのはやっぱこう首位打者取ったばっかりにそれが負担になってる時あるんだよね、はい、2番適任だよ、うん、いや本当2番最強松本説です。そうそうそう、おいいと思います、はい、さあここからクリーンアップです、はい、まず3番はライト万波。万波選手は3番。そうそうそう、4番ではなくて回したい初回に絶対に。ああなるほど、うん、10番回したいんですね。そうそう、万波選手回したい。だからか、はい、じゃあ4番は。4番はもうサード清宮、うん、これはやっぱ育ちが4番だよ。うん、もうね、早稲田の時から、うん、だからやっぱり4番がいいかなっていうふうには思うよね。 そ, っか、うん、そこは本人的にも特にで重圧に負けるような男じゃないから。あじゃあ、いいんですね、うん、で5番は DH マルティネス。その野村選手ではなくてですか？ DH はね5番、うん、違うマルティネス。マルティネス、おこれはこれは野村の負担も考えた、うん、ああそういうことなのか、うん。それと清宮、野村って続くと状態が悪かったらなんかこう相手ピッチャーが少し楽かなっていう、うんうん、マルティネスをかますことによってなんかちょっと一発があるみたいな、うん、まあみんな一発あるんだけど、はい、確率よく一発があるみたいな、うん、そんな感じに捉えられるとちょっと嫌だなという、はい、そうか。マルティネスバッティングねめちゃめちゃいいので、はい、そうか。でその兼ね合いで、まあ、6番に野村、6番がファーストに野村と、ファースト野村選手、はい。7番ショート上川畑。ここで入ってくるんですね上川畑選手が。どこで入れたいの？もうちょっと後ろ。あまあ後ろか、はい、まあ後ろでもいいんだけどさ、うん、上川畑のルーキーの時って本当に勝負強かったんだよね、うん、そうですね。だからその勝負強さっていうのはそんなには消えないよ、うん、守備の昨年は負担があったから、うん、エスコンというね、うん、でまあ、エラーもちょっとやったりだとかさ、うんまあ、状態的にはあんまりいい状態で野球をやってなかった、うんまあ、今年立て直してくるかなっていうふうに思うんだよね。うーんだから本来上手い選手だからさ。そうですよね。だからそういう守備力が戻るとやっぱバッティングに余裕が出てくるという。そうですね。あとチャンスにも非常に強い、うん、だからまあそこを期待だよね、はいはい、で8番です。8番キャッチャー伏見。あ伏見選手が開幕マスク。そうだね、はいまあ、これは先発ピッチャーとの兼ね合いがあってね。わかりました、はいはい、で9番セカンド石井。あ石井選手、まあ、これ上川畑と変えてもいいんだけどね。あ7球を、うん、だから石井も非常にバッティングが変わってきてるんだよ、うん、だから良くなってきてるんだよね、はい、あれだったら上川畑を9番にして、うん、7を石井にしてもいいかなって、うん思うけどね。なるほど、はい、じゃあそこら辺はちょっと臨機応変で状態見てでしょうね。まあそうだね。ここまでの、はい、で開幕の先発は伊藤大海でしょ。これはもう発表になってるからさあいや黙ってるよ俺は伊藤大海だと思う7球に変えたコメントでね何ボケてんだみたいな言われますよね。言われるよね。ちょっと書かれますよね。でも発表になってんじゃないか、うん、ねこれが加藤にしてたらびっくりするだろうなみんなお前ニュース見てんのかっていう話になるよねまあまあ、まあ、でもね知らないもちろんファンの方もいらっしゃるし初めてこの番組見る。いやだから伊藤大海だから。そうなんですよ。もう予告してるから、ね、予告してるから伊藤大海と志村先発と。 あ忘れた。え何え今川。ああそうだなぜかなぜですか書かなかったのそこに。結婚しちゃったからな。そうそうおめでとうございます、ね、おめでとうおめでとう。よかった今川そこを出すんじゃないかって言われたら
あそこを出すんだ。いや本当だ。いや結婚は今川もこれレギュラーだったらそこを出すけどさ、今川君おめでとうみたいな、うん、まあでも改めておめでとう、ありがとうございます。本当ね、あの幸せになってね。ご祝儀で入れないんですか。ご祝儀で入れるところがないんだよね。ないんだよね。なかなかないんだよ。百歩譲ってどこかないですか。どっか空きはないですか。ないな。万波がセンター行ってライトに松郷行ってレフトに今川っていう手もあるけどもね、うん、手もあるけど確率としてはちょっとないな。今川頑張って、ね、そうですよね、守るものができたんだから、うん、ね、本当にあの祝福はしてるし、そうですよね、子供がまたあなたに似てることを期待してるよ。いや大好きなんだよあの今川の笑顔、ね、一家が好きっていう今川、ね、正月のインスタには必ず載せてほしいなと思う。だからね、まあ、載ってるか載ってないかまだチェックしてないけどもね、はい、まあ期待してる。そうですね、はい、来年のオーダー予想ではここに今川選手がね入ってくるといいですよね。そうだね、まあ、頑張ってほしいと思う、うん、そうですね、本当にね可愛いね、後輩というか選手が結婚したからね、うん、そうですよね、うん、ただそこは渡さなかった、まあ、それをね励みにね、そうですね、本当にこうメンバーに入ってこれるように頑張ってほしいと思います、うん、そうですね、はい、はい。